まずこの機体のですね、パッとこう目に入る特徴としてですね、この部分ですね、はい、結構この大きめのレンズついてるの分かると思います。こちらはパイロットカメラといいまして、ずっとですね機体の正面を映しているパイロット用のカメラです。従来からですねこういったものはあったんですけども、ちょっと画質がいまいちだったんですが、今回のパイロットカメラは非常に高画質になってますので、特に2パイロットをした時にですね、機体の操縦者が機体が今どっちを向いているのかというのを見失わないようにですね、設計が変えられています。そして両サイドにあるこの部分、これがですね障害物センサーのカメラセンサー、そしてこの黒いところですね、2つ並んでいるのが赤外線のセンサーですね。このカメラと赤外線のセンサーの組み合わせ、これで周りの障害物を検知するんですけども、それがですねなんと全方向についてるんですね。例えば側面ですとカメラと赤外線、このようについてます。でですね、赤外線がついているのは例えば橋梁下部のですねちょっと薄暗いところを点検していくなんていう場合に、カメラだけだとどうしてもですね、その対象物の距離が補足しづらくなるんですけども、そこに赤外線がついていることで、暗くてもですねきっちり機体がとどまってくれるように設計されています。あとですね特徴的なのがこの上の面ですね、この2つついている部分というのが LED のスポットライトになっています。これはですね橋梁の点検を想定したライトなんですけども、橋梁下部はどうしても暗いのでこのライトをつけて自ら照らしてですね、で先ほどですねオプション品にありました上側を撮るための情報アダプターですね、これをつけてカメラを上側に向けて橋の裏側も点検ができるという設計になっています。でこのライトがですね非常に明るくて使い勝手がいいので、ちょっと皆様にもですねご覧いただきたいなと思います。ちょっと部屋の電気を一回消しますね。はい、で今ちょっと皆様の画面真っ暗かと思いますが、上部ライトをつけます。はい、そうするとですねちょっとカメラ離すと分かりやすいんですが、これぐらいですね、日中でちょっと日も差し込んではいるんですけども、かなり強力に上部を照らしてくれる、ライト、これが標準搭載されているというのは、特に橋梁点検の方には非常に便利なところかなと思います。あと同じライトがですね下の面にもついてます。はい、下面にもついているのは特に夜間ですとか薄暗いところでの離着陸の際ですね、機体をですね安定して離着陸ができるように自らカメラセンサーが効くようにこの下の面を照らすことができるように、こういった LED がですねついてます。はい、ありがとうございます。はい、ではですねあとバッテリーも紹介しておきたいと思います。はい、ちょっと機体を横向けまして、はい、こちらがですねバッテリーを止めている、クロージャーの部分なんですけども、先ほどのホットスワップ機能ですね、バッテリーを電源を落とさずにバッテリーを入れ替えることができるという機能ですが、その機能があるので例えばこのままですね片側のバッテリーだけを抜いたとしても電源落ちないんですね。ですので新しいバッテリーを挿していただいて、でもう片方も同じように交換していただいて、このクロージャーを閉めてあげれば、もうそれで次のフライトにすぐに移行することができるというのも新しい特徴です。赤道